メイプルリーフガーデンズはカナダトロントに存在した屋内競技場。長年にわたり NHL のトロントメイプルリーフスの本拠地として使用された。1931年150万カナダドルの建設費を投じて完成。コケラ落としは同年11月12日のメイプルリーフス対シカゴブラックホークス戦。11月19日には 最初のプロレス工業が開催され、1万5000人の監修を集めた。1946年11月1日には、バー、トロントハスキーズ戦が初めて行われるがハスキーズは1シーズンで撤退。1957年には、エルビス・プレスリーの海外初演が同地で行われる。1964年から3年間、ビートルズのトロント公演が行われ、その他、 ボブ・ディラン、ブルース・スプリングスティーンなどといった海外アーティスト、公演も行われていた。また NHL オールスターゲーム第1回の会場として使用されたほか、末期にはトロントラプターズのホームアリーナとしても使用された。五大湖周辺をテリトリーとしたプロレス団体、NWF がトロントで興行を行った際に使用された会場であり、インド人、レスラー、タイガー・ジェット、 真のホームリングとして日本でも知られていた。また、1977年2月6日にハーリーレースがテリーファンクに勝利し、第52代 NWA 世界ヘビー級王者となったアリーナでもあった。1999年にエアカナダセンターが完成されたことと建物の老朽化で閉鎖された。閉鎖後は1階にロブローが2階以上は、 ライアソン大学の運動施設が整備された。ありがとうございます。